皆さんこんにちは。こんにちは。株式会社サイチャンネルです。また移動中の恒例のオフショット撮ってきます。今日はね、あれなんですよ。師匠がね、朝まで飲んでて、はい、遅刻したんですよ、二日酔いで。ごめんなさい。いや、でもね、逆にね、さっきその遅刻するとき専務と話してたんだけど、逆にすごいよね。オラじゃもう起きれんもんね、朝まで飲んだらね。だからやっぱね、すごいと思います。若いって素晴らしいね。だけど若い時から起きれんだ。起きれない、もう飲んだら無理。飲んだら無理だよね。だから女の子まで無理。そう、無理だよね。だから女の子ってさ、結構そういうの飲んでもさ、普通な行為じゃん。ちょっと寝てさ、復活みたいな行為じゃんね。いや、復活はしてないよ。二日酔いは二日酔いなの？いや、でもね、今日に関しては、朝まで飲んでたけど、二日酔い、ゴリゴリの二日酔いではない。まだ酔ってる感じ？いや、うちマジな二日酔いって、朝起きて吐くだよ、3回ぐらい。気持ち悪くて起きて、寝て起きて吐くの。けど今日起きて吐いてないから二日酔いじゃない。ほう、じゃあ一日酔いだね、まだ。一日酔い。まだ一日酔い。痩せたら。痩せたね、まだ。また痩せた。そっち？もうまあ痩せてるよ。日に日に徐々にね。0.5グラム、5グラムじゃない、そんなもん。あ、はいはいはい。数百グラム。旅行行くんだっけ？ああ、そうだね。そうだね。誕生日だからね。どうなんですか？どうなんですか？何？こだけどさ、行けるんですか？何？どうなんですか？広志次第だよ。うちの。ケンジだな。ケンジじゃない、広志。広志。あ、違う違う。ユージ。ユージ。ちゃんとしてや、ユージ。最近ね、瞬時。瞬時やばい。インポだな、インポ。それ言っちゃダメでしょ。行けるんですか、瞬時。瞬時だからね。あれ、どこ行くの？どこ行くの？横浜。横浜行こうかなと思って。横浜で何？なんでいつものホテル泊まって、例の。ロイヤルパークホテル。そう、ロイヤルパークホテル。ロイヤルプー。そう、あそこ景色いいしね。やっぱりいいんだよね。海側、海側？それとも街側か。どっちだろうね。ちょっとね、俺が予約してないもんでわかんないけど。横浜スタジアム側だっけ？街側と海側とあるんだよね。ベイブリッジが見える方とさ、あるんだけど。だけどさ、横浜のスタジアム側だとさ、あれ、花見下に見えるもんね。あ、そういうこと？もう、放送会だから、そうね。そう、花火が。下なんだ。俺ね、昔ね、2回行ったことあるんだよ。横浜レゲエ祭の時に。レゲエ祭を見にさ、若い時にね、行った時に、レゲエ祭ってさ、花火が上がるわけじゃん、ポンポン。その花火がさ、この辺に見えるんだよね。あ、どいいね。そう、だからね、結構ね、カップルで行くにはおすすめです。すべてをね、見下げるからね。そうそう。なんだっけ、有名なホテル。インターコンチ。そう、インターコンチもね、小さく見えるもんね、上から見ると。でもインターコンチの方が有名だけどね、ホテル的にはね。でもロイヤルパークホテルの方がいいよね。あれ51階だっけ、52階だっけ。いや、もっともっと、60か。あれ60ぐらいだったよね。61階だっけ。まあとりあえずなんかそのあれで61階だったら59階まで部屋なんだよね。ほんであと上2つがなんかレストランみたいになってるじゃん、確かさ。ほんでね、この可動部屋ってこうやってね、可動部屋に突き出てるわけ、4個可動あるけどさ。ほんでこの可動部屋泊まって、一番上のさ、一番上泊まるわ。ほんで可動部屋泊まると、みんなもうね、やってるの見える。夜だもんでさ、みんなさ、みんな窓際でやるわけよ、夜だもんで。ほんで可動部屋ってね、こうやって可動部屋だからこっち側全部部屋見えるだよ。え、どういうことだ、角部屋で見えるって。じゃあ角でもね、飛び出てるんだよ、角の部屋って。あ、そういうことね。そうそう、その角の飛び出た部屋からこうやってね、夜ね、下見ると電気消して、みんなやってるセックス。マジ？俺もだって何回も見たことある。あそこやってる、あそこやってる。見たい。あそこやってるっつって。見たい。声が聞こえんぜ。さすがにね、さすがに声聞こえんけどさ。でもいいね。じゃああれだね、そろそろベイビーだね。そろそろじゃないの？頑張っています。それでリアル、そろそろじゃない？それであれだろ、幼稚園ぐらいになるな。幼稚園ぐらいになってさ、送ってくじゃん、幼稚園とか。今日はいいね、おじいちゃんと来れてって言われるだろ。
俺知り合いの人ねいるんだけど、うん、俺知り合いの方ね、うん、若い時に、うん、402とか3ぐらいだったんだよ俺がまだ若い時ね、はいはいはい、若い時にほいでその人子供連れててさ、うん、あのまあもちろんハゲてんだけどさほい、うん、であの簡単に言うと友蔵さんみたいな感じねああ分かりやすい、うんうんうん、あのちんまる子ちゃんのほい、うんうん、でなんかどっかの施設に行ったんだよねその時たまたま会って子供連れてさそしたらその施設のおばちゃんに今日はおじいちゃんと来ていいねって言われて俺ちょっと言えなかったもんお父さんなのにっつってさ言えない突っ込めんかったのね突っ込めんかったリアルに突っ込めんくねリアルに突っ込めん何も言えないよね何も言えないでも無の時間が流れるじゃんそれはなので早く線も作らんとさ今日はおじいちゃんと来れてよかったねってなっちゃうねそうだねそうそうそうで何やるの中華街、そうだねとりあえず昼ご飯は中華街行って、うんなんかどこだっけな横浜大飯店だかって、まあ、有名なとこあるんだけどそこいつもね行くとね食べれないのもう席が3時間待ちとか4時間待ちとかやばディズニーじゃんすごいだよだもんで、まあ、予約したって言ってたもんであそう、うん、そこ予約してでなんかおいしんぼにさ出てきた店ってあるじゃんなんかなんとかいいんだかっていうとこあってそこ行きたいなと思ったけどもう芸者変わって全然違う感じじゃんだってなのでそれじゃあまああんま意味ないかなと思って、うんまあ、そこにしたんだけど、あれ有名じゃん横浜の中華街っていうとマンチンローだっけうんマンチンローじゃなくてねどこだっけな、うん、マンチンローだからチャーハンなんか、うん、なんかチャーハン一杯2500円くらいするじゃん、うん、それね、あれ言ってたそこ行こうって言ってたけど、うん、俺あんまそういう高級志向じゃないもんで、うん、そこにするって言ってたけど、うん、食べ放題でいいっつって気にしない方がいい、はい、ねえ食べ放題の方がいいっつってでもそこどんくらいだっけランチの中華街で2000円ぐらいだっけそんなもんねあでもそのぐらいだ食べ放題、うんうん、だけどさ、うん、もう今中華街って結構どこも食べ放題じゃない、まあ、どこもそうだねえしかも場所によってどまずいとこもある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 油ばっかでね、うんだからね、本当当たりをね、探すの難しいんだよ。そう、マジ難しい。だから回らんと分からんし。で、俺もう2つぐらい、2つ3つ押さえてあるもん、うまいとこ。あ、すごい。さすがだね。さすがだね。調べるの好きだもんね、そうだね。そうさすがだなぁ。そうか。じゃあちょうどあれって言ったで、なんだっけかな。俺も、うん、隠し撮りするかなついてってありありありやってるあそこの辺角部屋取ってさ社長が社長角部屋取ってさあそこやってるっわざとカーテン閉めずにさいや9時には寝ますよそれであれだろあれあ線もやっぱ中折れだってね双眼鏡の方がいいよ中折れしたぜっつってやだなやだな中折れやだなうんしっかり薬飲んでくださいねはい。ね。そうだよ。薬を。携帯さ、うん、ID あるじゃん。フェイス ID。うん、あるね。あれね、うん、マスクしたままね、うん、できるの知ってる？うん、知ってる。え？知ってんの？知らない。え、あれだな、最近。ちょっとずらすの？最近、そうそう。iOS。ちょっとずらすの。半分取って、半分取るみたいな、うん。あ、みんな知ってんだ。俺ね、俺しか知らないかと思ってた。あれじゃんね、コロナ流行ってから最近できるようになったよね。マスク外さないといけないから。そうそうそう。なんか半分取って、うん、半分取って、うん、みたいなね、うん。まあでもあんまうまくいかなかった。昨日やってみたけど。やった？やった。やってある。あ、やってある？うん、もう全然できる。できる。あ、そうなんだ。できるんだ。え、でも、あれやってない。それまでは、うん、そのマスクを外さないとフェイス ID が開かなかった時、うち登録した時さ、多分さ、すげえアホ面で撮ってたんだと思うんだけど、うん、口を多分開けてたのよ。うん、え、だもんで、ね、うちフェイス ID 口開けないとあかんかったの、ずっと携帯。元のやつがね元が口開けないと携帯開かんかった、うん、っていう話ねいい話ねなるほどもう、うん、もう場所に着くんで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。それじゃあねみんなバイバイ。